今2時半ですね。ここはですね、実は唐沢じゃないですね、見てわかるんですけど、横尾のキャンプ場です。ちなみにこれ僕のダンロップの VS30 っていうテントなんですけど、まあ上鎌さんとキャンプするとき使うやつなんですが、実はですね、本谷橋の手前ぐらい、本谷橋が見えたあたりでちょっとねアクシデントがありましてですね、横尾に引き返してきちゃいました。ちょうど12時ごろ横尾のキャンプ場に着いて受付して、で速攻でテント立てて寝てたんですね。まあそんなことでですね、今日はこの横尾のキャンプ場、ここはですね、橋ですね、横尾大橋の下の方ですね、スペース。もう一つちょっと一段高いところにあるんですけど、この下のスペースは2針と、まあ、僕の1針で3針しか、僕的にはまあ一番いい場所と思ってるところをですね、キープしましたんで、ちょっと今日はですね、ゆっくりゆっくり、この時間から飲むのもいいんですけど、ちょっともうちょっと昼寝したいなということで、休みたいと思います。ちょっとね、テントの裏手が、まあもちろん梓川なんですけど、本当に真横というか、この土手を越えるとすぐなんで、ちょっと登っちゃおうかな。こんな感じ。よいしょ。おお。おお、いいね。これはいいね。なるほど。こう来てるわけね。浅川を並べながらご飯、うん、素晴らしい。まあね、あっち行きたいんだけど、ちょっと理由があったりだって。まあとにかくこの水のきれいなこと、すごいね。まあ誰もね要する人いないんで当たり前なんだけど、あ、これは横尾の大橋ですね。でもいいねここね、ずっといたいねここね。別に山登るのはいつでもできる。せっかく連休取ったんだからね、何も山登りしなくちゃいけないってことはないんで、ボケーっとしてるのもいいかなと。8時31分な、1分、うん、超遅いおやつ。それで唐沢で食う予定だって。まだ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 、これですね、やっぱ甘いもの美味しいからね。さて、これごとですね、いっちゃいます。ちょっと濃いかな、いいんじゃない、濃くていいよね、高級感があるよ。どれどれ、じゃあ俺こっちで、いただきます。おにぎり食べたら飲むね、うん、うわ甘っ。まあ、そういうところはね、やっぱり上高地とか唐沢のヒュッテなんかもそうだけど、お金取らないですね、水ね。どれ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 、飲みやすくなったかな。おお。北アルプスの清らか天然水って書いてある。ああ、これいいね。ちなみにね、VS30 の中ですけど、サーマレストの、インフレーター式のですね、マットですね、奥が赤いやつがカブママさんので、M っていう品番がつくやつ、プロライトですね、これなかなかいいです。厚さが 2.5 センチか3センチぐらいなんですけど、
まあ、ほとんど下の凸凹を感じさせないですね。400くらい。じゃあ大事だね。ちなみにこれで これなんだっけ、スノーピークの種ほおずきか。これ結構スノーピークあんまり好きじゃないんですけど、これはいいなと思って使ってます。サーマレストのマットの上でブス板引いてこんな感じです。腹減った。今日はね、全然食欲がなくてやられちゃったんだよね。はい、じゃあ OK ですね。ちょっと暑いよ、相当暑いよ。皿うどんだ。でも皿うどんじゃん。皿うどんじゃん、すごいじゃん。うん、すごいすごい。よかったよ、皿うどんにして。おお、いい匂いだな。これいいわ。はい、お湯はこれで。こんなもん。うん、こんなもん。はい。はい、こっちもお願いします。はい、はい、できました。はい。悪くなってねえよな、大丈夫。くちゃかったやつです。ね、とにかく無類のおこわ好きなんで。あ、美味しい、美味しい。さあ、皿うどん。まあ、要は中華丼の具ですね。うん、中華丼。でもすごいよ、これ。うん、卵も入ってる。うずら。うん、うん、うまい、うん、美味しいです。味噌汁、味噌汁、味噌汁。これ何味噌汁？あさり。あさり、うん、いいね。うまい。5時53分、おはようございます。本当はね、4時ぐらいから起きてたんですけど、ずっとね、雨降ってましてね、まあ今も小雨なんですけど、夜はだいぶゴーゴー降ってましたね。あの、台風が直接来たわけじゃないんですけど、なんか刺激されて大雨になっちゃったみたいです。ちょっと外ですけど、うん、こんな感じ、こんな感じっつっても。いやー、
参りました。まあ、ちょっとね、まあ、結果論だけど、上の天気とこっちの天気分かんないにせよ、ちょっと雨降ったんで、まあ予報でよかったかなっていう気もするんですけどね。うん、今日はね、朝飯食ってですね、ちょっと早めに、上高地まで戻ろうかなと、まあ、そんな感じです。食パンだけはいい食パンだよ。高級食パンらしいんですけど具はマヨネーズということで、まあ、雨の日の撤収の朝はこんなもんで、ダブルの？うん、そう。うん。うん。まあキャンプで食うなら、うん、いいレベル。でもパンうまいね。さあさらばじゃってところで、こう、では7時15分横尾出発です。コースタイム通り行くとですね、上高地のバスターミナルまで約3時間なんで、まあ10時半ぐらいまでには着く予定になってます。完璧雲の中、踏み絵だよ。じゃあふぅ、徳沢だ。ちょうど24時間ぶり。はい、この足平に着きました。9時まあ、50分カッパ橋まで戻ってきました。さすが上高地ですね、天気悪くてもこんだけ人がいるからね。雨の日は恐れはいないのかな。じゃあターミナルまで戻りたいと思います。
うわあ、戻ってきた。疲れた。疲れた。